か授業のスペシャリストと管理のスペシャリストは別だと思うんで、これは実は勉強だけに限った話じゃないと思う。ちゃんとノート取ってるかをチェックするとかもうめちゃくちゃ大変でした。特についていけない子たちに関してはフォローの教材を先生に裁量権を与えてあげてほしい。テストってできるできないがはっきり分かれちゃうから、なんか最初からダメ人間の楽に押されるじゃないですか。学ぶ意味を教えるとかそっちの方に時間割きたい。では始まりました、アメテチャンネルです。今回はですね、はい、いや前回ですね高田先生に出ていただいて、はい、高田高校の話をしてもらったんですが、はい、今回は高田塾のもっと、ね、高田先生よりも上の方に来ていただきまして、はい、小倉先生です。よろしくお願いします。彼女や、どうもどうも高田塾の方です。はい、今回ですね、はい、やっぱ高田先生の高田高校じゃダメだっていうですね、はい、岡森先生のダメ出しがいや高田先生学校嫌いすぎでしょっていうそういえばそういう感じの流れありました ね、 ですよね、はい、学校教材、はい、すごい恨みを持っててそんなにって思うんですけど、はい、なるほど、はい、中森先生はそうではないと、まあ、自業自得だって基本僕は思ってるんで、成績悪いの。なるほどなるほど、はい、じゃあ中森高校だったら、はい、どういう形でやっていくんでしょうかね。まずですね、僕は今の高校に一番欲しいのは、はい、勉強の進捗管理する専門の人が欲しいなとは思いますね。っていうのは、例えば宿題無駄なんじゃないかとか、いろいろ意見ってあると思うんですけど、僕は宿題自体は必要だと思ってるんですよ。うんうん、っていうのは、やんないでしょ、出されなかったら、本当になかったら、はいはい、そんなみんなストイックにできないでしょって思ってるんで、うんうん、個人個人の勉強状況を進捗管理、宿題出す専門の人がクラスに一人いた方がいいんじゃないかな、もう全教科その人が宿題出すみたいな。へえ。っていうのは多分ですけど、先生方は一人一人に調整して宿題出すの無理だと思うんですよ、授業中とかに。そうですね。だから授業は授業で進める内容とは別に、その本人の今の状況とかに合わせて宿題出したりとか、その確認用のプリント出してあげたりみたいなことをやる専門の人いた方がいいんじゃないかなと。おお、なるほど。じゃあ一人一人に合わせたものです。そうです、そうです。だから結構その今例えばついていけない人たちっていうのは、やっぱついていけなかったらやっぱ置いていかれちゃうっていうのがあるとは思ってて、はい、逆にできる子も暇してるか塾行っちゃうじゃないですか。ああ、そうですね。だからちょうどいい人ってなかなかいないと思うんですよ、高校通ってて学校の言う通りのペースがちょうど自分に合ってるみたいな、なかなかいないと思うんで、そこをうまく調整できる人間が、まあ、授業とは別にいた方がいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。おお、なるほど。宿題を管理する、はい、そうです。新しい形の55段階制みたいなそうです。結局その授業のスペシャリストと管理のスペシャリストは別だと思うんです。おー、なるほど。すごい授業面白くて上手い人がいたとして、でもその人の授業を聞いて分かったつもりになっても、本人がやんなかったら成績上がらないけど、その先生方は結構そのやっぱ自分の授業に自信があるから俺の授業聞けば大丈夫だろう的なノリが結構多いと思うんですよ。でも本人そんなやんないじゃないですか。そうですね。だからなんかそれってなんか細かい人間の方が向いてるじゃん、それ管理って。だからそれ用の人間がいて、いやいや先生の授業聞いただけじゃなくて、ちゃんと本当に人生が確認しなきゃダメでしょっていうのをやっていかなきゃいけないんじゃないかなと。なるほど。でこれは実は勉強だけに限った話じゃないと思うんですよ。それこそ例えば将来の夢が、まあ、例えばプロの選手になりたい、何らかのスポーツのプロの選手になりたいとか、あるいはその何らか資格取って、まあ、将来こういう職業になりたいですっていう人場合でも、何したらいいか分かんない人っていっぱいいると思うんですよ。であと学校の勉強なんかいらないんじゃないのとか、はい、学校なんか行かなくていいんじゃないのみたいに思ってる人もいると思ってて、そこはいや学校の勉強をこういうふうに役立てて将来こういう道に進むための道にしようよとか、そもそも夢とかがまだ見つかってない人だったらこういう選択肢もあるんだよとか、君こういうの好きだからこういうの向いてんじゃないみたいな、いわゆる進路指導とかっていう部分をもっとこう踏み込んでいいんじゃないかなってちょっと思ってるっていう感じですかね。いやなんか聞いてると、それ将来 AI でやられちゃうんじゃないの、ちょっと今中森 AI みたいなのが現れるのかなってちょっと今感じましたけどいやでもこれって好き嫌いと向き不向きってまた別じゃないですか。ああ AI が発達していけば多分向き不向きはかなり精度は高くできると思うんですけど、ああ好き嫌いがそんなになんていう反映されない可能性が高いんじゃないかなとか思ってて、あと人に言われるのと AI に言われるのはだいぶ違うっていうのもあると思うんですよね。お前に何が分かるんだって言いたくなるじゃないですか適当なデータで分析して、適当じゃないんですけどデータで分析してデータでこっちを見るなよみたいな、自分自身の話を聞いてくれるみたいな人がやっぱりいっぱいいると思うんですよ。そこをもうちょっと掘り下げてあげられる人がいるといいんじゃないかなっていう。じゃあ中森校長はそういうスペシャリストを、はい、
雇うわけですね。そうなんですよ。なんか先生の役割多すぎだろってちょっと思っていて。その通りですね、はい、それは本当そうです、はい、だから向いてることと向いてないこと絶対違うのに全部やらされるじゃないですか、はい、だからそれはもうもっと向いてる人の向いてる分野で役割分担した方がもう楽なんじゃないかなって正直思う。いやもうやっぱりノート集めとかめっちゃ大変でしたね。そうですよね、はい、ちゃんとノート取ってるかをチェックするとかもうめちゃくちゃ大変でした。どうやってチェックしたらいいんだと全部ページ見て、しかもなんかそれをすごいそれ向いてる人とかで言われません？僕とかも結構適当な人間なんで、はい、見て本当に細かい人間がチェックするとすっごい指摘入るんです。そうですね、本当そうです。いや本当すいませんって思うんですけど、そこまで気にして見れないっすみたいな感じのところあるじゃないですか。だから向き不向き絶対あるから、役割ちゃんと分けた方が絶対うまくいくと思うんですよね。もう英語の夏休みの宿題はやっぱ中学生が地獄でしたね、はい、やっぱドリル的にみんな英文書いてきて、はい、それを間違ってるスペル見つけたら全部指摘しなきゃいけないとか、もうやってられなかったですね。そうなんですよね。だから例えば森田先生が英語の先生になってくれるんだったら、僕だったらもう森田先生を英語を好きにさせる先生、英語面白いみたいな感じでこう面白いこともガンガンやってもらって、それとは別になんかめっちゃその宿題管理する先生とかで、まあ、高田塾でやってるのは単語テストとかを死ぬほどやる先生とか、はい、文法が本当に覚えてたかを先生のプリントごとにテストする先生がいてみたいなのを役割分担してやった方が多分すごい回ると思うんですよ。なるほど、はい、そういった形で役割分担をすると。じゃあ教科書や高田先生の嫌いな教科書補助教材みたいなああいうのは どうやって選定していくんですか。まあそれは正直別に僕今使ってる教材でも上げられると思ってるんで、別にそれはそれでいいんじゃないとは思ってるんです、はい、ただ特についていけない子たちに対してはフォローの教材を先生に裁量権を与えてあげてほしいかなっていうのは。まあなるほど、まあ、要はその子たちは教科書じゃ無理な子たちなんで、はい、その子たち向けに例えばもうちょっと優しいものを使ってあげるとか、それこそ中学レベルからできてないから中学内容の教材を追加してあげるとか、うん、そういうことからフォローしてあげられるとだいぶ楽になるのかなと。なるほど、ね、教科書を選ぶのはどうなんですか、まあ、参考書好きじゃないですか、はい、教科書はどうなんですか。いや授業とかをやることありきなら別にいいんじゃないとは思うんですけどね。あ、なるほど、そうかそうか、はい、正しい使い方を教えないで教科書だけ渡すから問題なのであって、うんうん、教科書自体はよくできてると思うんですよ。特に理科社会なんかはすごいよくできてると思いますし、はい、そうですね、ただそれこそじゃあ英語とかはやっぱりその単語なら単語、文法なら文法で分かれた方がいいんじゃないと思うから、今の英語の教科書をそのまま使うかどうかってちょっと微妙かなと思いますけど、そこはやはり分けて、はい、なんていうか教科書が悪いどうこうって言われ、本当に教科書が一番上がると思って選んだ結果教科書は別にいいと思うんですよ、うん、その使う人間がですね、はい、だけどその使う人間がそれ以外のものの方が伸ばせると思うならそれ変えた方がいいんじゃないっていうふうに思っていく感じですか。あそこはどうですか、片高校ではもう単語しかやらんみたいなんで、はい、文法をこう分けて全部やるって言って、はいはいはい、そこでコメント欄にそんなの成立しねえみたいなのがやっぱりつまんねえよみたいなのが来たんですけど、本当に全員が受験のために来ててもうそれをやるって覚悟してんなら別にいいと思います、はい、だけど実際別に高校1年生とかだと特にそうだと思うんですけど、高田先生みたいにもう京大に行きたくて行きたくて仕切られるみたいな人は、はい、そんなにないと思うんですよまあそうですねじゃないですか。でしかもやっぱテストってやっぱ結構威力が高すぎる、テストってもできるできないがはっきり分かれちゃうから、なんか最初からダメ人間の烙印押されるじゃないですか、できないと。確かにそうなっちゃうのも、もう受験の年代でもないのにいきなりなんかテストで全部差別されちゃうっていうのもちょっとかわいそうかなと思うんで、うん、僕はそういう歩行とか講座があっていいと思うんですよ、はい、要は学校の授業だけじゃ上げきれない部分あるから、じゃ英語の単語とか覚える補習授業を塾とか行けない人の部分でサポートとしてやるから、それ参加しなっていうふうにやってあげないと思うんですけど、それが義務になってるのは微妙かなと。だから僕はもっともっとその学ぶ意味を教えるとかそっちの方に時間割きたいかなと思ってて、大学行って何すんのとか、なんで英語はやんなきゃいけないの、なんで数学学ばなきゃいけないの、分かるとどんなか楽しいことがあるのとか、そういうことを教えてあげる方がずっと意味があるかなと思うし、あとは学び方をちゃんと身につけさせてあげるっていうのは他の科目とか他の資格試験とかでも絶対生きると思うんで、そういうことを思ってやらせてあげた方がいいんじゃないかなと思ってる。なんとなくをこう極力消していきたいというか、ほうほう、全部の意味が説明できるような学校にしてあげたい。なんでこれ今やってるのか、うん、そうするとどうなるのかと。じゃあ中森高校の入試はどんな感じだいやもう正直もう行きたい人全員来ていいんじゃないか な、 おな、社会的なルール守れるならっていうみんなを入れて、はい、その学力差いろいろあるけれども、はい、それに合わせた、ただ自分を偽らないでほしいっていう、正直に話してほしいっていう。なるほど、それ重要ですね。そうです、確かに。だからもう変えたくないと思っている人が来ても多分意味ないかなと思っ
ってずっと自分も嘘をつき続けてってなっちゃうと、はいはい、通う意味ないかなと。多いですよね、相談とか模試の結果とか、はい、いい模試しか持ってこないとか、はい、いっそなんかもう学校なんて自分意味ないと思ってますぐらいの正直言ってくれるぐらいで来てくれた方が嘘はっきり使いたいですよ。だからもう入試に成績いいかどうかじゃなくて嘘をついたかつかないかみたいな正直者ばっかりのフォークだからもうダメならダメでダメなこともちゃんと向き合って言ってくれみたいな。はい、部活もだからやりたいことやればいいんじゃないかと。だからそれこそ年代によっては甲子園死ぬほど行きたい人たちが集まって甲子園野球に真剣にやる時もあればもうエンジョイしてしか集まってないみたいなところだと思うんで、それはそれでいいんじゃないと思ってて、別に全てのものに正解はないと思ってるんで、やりたいようにやればいいんじゃない。ただそれをやりたいってことはちゃんと話して決めて納得してやらなきゃいけないんじゃないっていうのは思うから、まあ、全部一つの答えには決まらないと思うんですけど、人に出されたものを勝手に決めて終わりじゃなくて自分で考えてやってほしい。それと体育祭とか文化祭も面白そうですね。毎年競技が花形が変わるので、ね、なるほど。ぜひですね、中森高校に興味がありましたらですね、はいはい、フランチャイズ化していきたいと思いますので、はい、興味ある方は連絡しないでください、はい、ありがとうございます。今回は中森先生が学校を一応立ったらどうなるかっていうのをちょっと聞いてました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。